こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、ヒガンバナという花を知っているか？うん。赤い花びらを持った花だよね。ヒガンバナというくらいだからお彼岸の時期に咲くんだよね。お墓の近くでもよく見かけるよね。きっと実際に見たことがある人も多いだろうな。しかし、ヒガンバナの生態は意外と知られていない。そう言われるとお花屋さんでは売っているのを見たことがないかも。今回はそんなヒガンバナの生態や名前にまつわる話などを紹介していくぜ。それではゆっくりしていってね。まずは植物としてのヒガンバナを見ていこう。ヒガンバナの特徴といえば、なんといってもその花だろう。ヒガンバナの色といえば、深紅という言葉がぴったりなほど真っ赤な色をしているよね。しかし、実は種類によっては赤の他にも白や黄色など様々な色があるんだぜ。白や黄色のヒガンバナがあるの？先ほど霊夢は花屋で売っているのを見たことがないと言っていたが、実は花屋ではこのような変わった色のものを扱っていて、名前もヒガンバナではなくリコリスとして売っているぜ。名前も色も違うんじゃ気がつかないね。形は放射状に広がっていて、綺麗な対照的な形をしているぜ。地面からまっすぐに伸びた茎から、6本の茎がさらに枝分かれ、その先につぼみが作られるんだ。そして、時期が来るとそれぞれのつぼみが開くぜ。花びらって、この細長いのかな？それとも真ん中に集まっている方？この真ん中で一塊のように見えるのが花びらだぜ。一つの花の花びらは6枚程度でこれも放射状に広がっている。先端がくるりと巻いていて、真ん中に密集しているね。おしべやめしべみたいに見えるね。ではおしべとめしべはどれかわかるか？とすると、この周りの細長いもの？この真っ赤な花びらの塊から放射状に細く長く伸びているのが、おしべとめしべだぜ。花びらより外側まで出ちゃってるんだね。普通の花は花びらの中におしべとめしべがあるから、なんだか逆転しちゃっているように見えるね。確かにまるで花びらのようにやや上向きに沿っていて、一見どちらが花びらか迷いそうだぜ。ヒガンバナはヒガンバナかヒガンバナ属の多年草だぜ。多年草ということは1年だけでは終わらないで、何年も花を咲かせるんだね。スズランやシャクヤク、ゲラニウムといった、よく見かける植物が多年草の仲間にはいるぜ。だから誰かが植え替えなくても、毎年繰り返し咲くんだね。植物に限ったことではないが、生き物にとって寒い冬を越すのは大変だ。彼らは冬を越すために様々な工夫をしているんだ。ヒガンバナはどんな工夫をしているの？それがヒガンバナは、寒さには強く、冬でも元気に葉っぱを生やすぜ。あ、この雑草、ヒガンバナの葉っぱだったんだ。でもこんな葉っぱ、ヒガンバナの周りに生えてたかな？ヒガンバナは9月中頃花を咲かせた後、10月頃になると花は枯れてなくなり、その後に葉っぱが生えてくるんだ。そして冬を越えた後、他の植物が葉を茂らせ始める初夏に、地表に出ている葉や茎がすべて枯れてしまうんだ。夏になると枯れちゃうの？暑さに弱いのかな？しかし、ヒガンバナは土の中で生きているんだ。どうやって？根っこの部分は土の中に残っていて、次の秋に備えているんだぜ。このように生育しやすい時期まで土の中で眠っている植物を、宿根草というぜ。宿根草。初めて聞くけど根っこに宿っているという意味なんだね。よく冬眠とは聞くけど、ヒガンバナは夏に眠っているんだね。大抵の宿根草も冬に地表部分に出ている花道からして寒い冬を耐えるようにできている。でも、ヒガンバナは、冬になると葉っぱが元気になって、普通の植物が元気になる初夏から枯れてしまうんだね。ヒガンバナは花といい、葉といい随分と特殊だね。ヒガンバナは根っこの部分が球根になっているぜ。球根ってチューリップみたいな？そうだな。学校でも理科でチューリップを育てたことがある人が多いと思うぜ。ところで、チューリップの球根は、他の植物で言うと、どの部分に相当すると思う？球根、あそこから芽が出るから種かな？あれ？でも見た目は根っこっぽいね。どっちかな？もう少し理科を思い出してみよう。植物の作りを勉強したのを覚えているだろうか。なんとなく。植物はまず、種子を作る植物と種子を作らない植物に分けられるぜ。種子植物と、なんだっけ？種子を作る植物は種子植物と呼ばれるな。そして種子を作らない植物はシダ植物と苔植物にさらに2つに分類するぜ。ああ、そうだった。種子植物はさらに2つに分けることができるぜ。種子になる前の姿である胚種が、後に実になる脂肪に包まれている種子植物と、胚種が剥き出しになっている裸子植物だぜ。そうそう。かぶっているのと、肌感冒ね。種子植物は、植物としての構造の違いから単子葉類と総子葉類に分類するぜ。最初に生えてくる葉っぱが1枚か、2枚かの違いだったよね。では今回のテーマであるヒガンバナはどちらだと思う？どっちだろ？単子葉類と総子葉類の違いについてもう少しだけ詳しく見ていくとわかると思うぜ。次の表を見てくれ。
両者の違いはしよう、ね、茎、葉の4つにある。なるほど。葉っぱが平行な模様をしているタイプって、葉が細長い形をしている特徴があったよね。ということは先ほども見た彼岸花の葉っぱからして、単子葉類なのかな？正解だぜ。この表の中で示した茎は内部の構造物である胃管束を、葉は胃管束から連続している葉脈の様子を表しているぜ。根で吸収した水分は胃管束を通って葉に行く。葉では水や二酸化炭素を使って、光合成を行い、栄養分を作るぜ。この栄養分もまた胃管束を通って運ばれることになる。行っていることは単子葉類も総子葉類も変わらない。その構造に違いがあるということだぜ。ところで、結局球根はどの部位に当てはまるの？正解は茎だぜ。正確には地下茎と呼ばれている。地下茎？これは部位としては茎なのだが、そこに養分を蓄えることで大きくなっているものなんだ。地下にあって養分を蓄えているのなら、根っこと何が違うの？実はこれは見た目で区別することができるぜ。例えば鱗片葉が生えていると地下茎だな。何その鱗片葉って？鱗片葉はあまり馴染みがないかもしれないが、その名の通り鱗の形をした葉っぱのことだぜ。例えばアスパラガスに三角のヒラヒラしたものがついているのがあるぜ。あれこそまさに鱗片葉だ。なるほど。確かに鱗みたいだね。アスパラガスの場合、葉っぱが退化したものだと言われているぜ。葉っぱが生えるのだから、当然そこは茎ということになる。地下茎は知らないようで、実は私たちの生活の身近なところにたくさんあるぜ。玉ねぎ、じゃがいも、レンコンは地下茎のいい例だぜ。え？それらは全部茎だったの？根っこだと思っていた。だってレンコンなんてハスの根って書くでしょ？レンコンはややこしい名前だな。レンコンと書くが実は肥大した地下茎で劣気とした茎なんだ。ちなみに、似たようなものでサツマイモがあるが、サツマイモは根なんだぜ。じゃがいもは茎でサツマイモは根なの？ややこしい。さらに余談だが、私たちが食べている玉ねぎの部分は、分厚くなった葉の部分なんだぜ。玉ねぎの茎は根元の硬い芯の部分で、私たちは葉っぱを食べていたんだ。植物の世界は見た目や名前に騙されることが多いようだね。このような地下茎は広い意味での球根の一部だぜ。一般的に球根は以下6種類の総称となっているぜ。ひゃあ、芋って茎系も根っこ系もあるんだね。こうして見ると、植物って見えるところだけでなく、見えないところにも特徴があって面白いね。一般的と反対に、経木の球根は輪系のみを指すぜ。そして彼岸花の球根は輪系なんだ。まとめると、彼岸花は球根を持っていて、ここに栄養を蓄えて、多年草なので何年か生き続けることができる。この球根は専門的には輪系と呼ばれていて、地下系という茎の一部分だぜ。彼岸花の特徴もまた、見えるところだけでなく、見えない部分にもあるということだね。さて彼岸花は地上から地下まで面白い植物だということが分かってもらえただろうか。彼岸花に限らず、いろいろと植物に興味が湧いたよ。ところで、彼岸花はどうやって増えていると思う？チューリップの仲間だとすると、チューリップは球根が分かれて増えるんだよね。厳密にはもともとあった球根は消滅して、新しい球根が複数個できて増えることも可能だぜ。しかしチューリップにはメシベとオシベが、しっかりついているので種子植物として種でも増えることができる。そしたら彼岸花もあんなに長いメシベとオシベがあるわけだから種で増えるんだね。実はここに、彼岸花の面白い秘密がもう一つ隠されている。実は彼岸花は種子を作らない。正確には、日本にいる彼岸花は種子を作ることができないんだぜ。何のためのメシベとオシベ？なぜかというと染色体が関係しているぜ。染色体？まずは一般的な染色体の話からしよう。染色体というのは遺伝子の塊のことだぜ。遺伝子というのは体を作るための情報だから、染色体は体の設計図ということになるよね。この染色体は、お父さんとお母さんから1対ずつペアでもらうぜ。どちらの染色体も全身の設計図なのだが、ちょっとずつ命令が違うので、どちらか都合のいい方の命令を使って体を作っていくぜ。その結果、お父さんにもお母さんにも似ているけれど、別人の子供が生まれてくるわけだぜ。このように1本の染色体が2倍で構成されている染色体のことを2倍体というぜ。一般的な生物は2倍体だよね。ところが、この彼岸花はなんと3倍体なんだ。3倍体？3倍体とは、通常2本で構成される染色体の本数が何かの拍子で3倍の3本で構成された染色体のことだぜ。3倍体だと何か問題があるの？三倍体の遺伝子を持つ生物は、正常な卵細胞や性細胞が作られないため、いわゆる種なしなんだ。よって一般に種子では子孫を残せないことになる。ちなみに、外国の彼岸花は三倍体の他にも、二倍体や四倍体がいて、こちらは種子を作ることができるぜ。種？でも球根でも増えるんでしょ？そうだ。逆に言うと日本の彼岸花は球根でしか繁殖できない。
通常、おしべとめしべ、要するに性のある繁殖を有性生殖と呼ぶが、この有性生殖ができると様々な交配が可能だ。そう言われてみると、チューリップは交配でいろんな種類のチューリップが誕生しているね。彼岸花は交配ができないということ？球根から株分けされて生まれる場合は性は関係ない無性生殖となり、これはいわゆるクローンなんだ。全く同じ種類の彼岸花しかできないということ？ということは日本中に生息している彼岸花ってみんな同じクローンということ？そうだぜ。そして、株分けによる繁殖方法では自分の力で遠くに繁殖することができないんだ。タンポポみたいに種が飛んでいったり、鳥の糞に紛れて遠くに繁殖ができないんだね。ということは人間が株分けをして植えないと別の場所に繁殖できないということになるね。そういうことになるな。今、日本中に生えている彼岸花は誰かによって植えられたものだということになる。こんなに広範囲に、誰が、どんな意図で彼岸花を植えたんだろう。それには彼岸花の毒が関係しているぜ。毒？なかなか興味深い生態を持つ彼岸花だが、実はもっと面白い秘密が隠れているぜ。彼岸花の仲間の球根植物には食べられる植物がたくさんある。しかし彼岸花は毒を持っているので絶対に食べてはならない。昔の人はなんで毒のある植物を植えたんだろう。林系にはデンプンが多く含まれているぜ。そのため、戦時中や非常時には水にさらして無毒化し、食べていたという話もあるにはあるぜ。生きるのも命がけだね。彼岸花の毒はアルカロイドの一種だ。アルカロイドは、人間の体調に強い影響を及ぼすぜ。具体的には、モルヒネやコカインといった麻薬や、フグ毒のテトロドトキシン、トリカブト毒のアコニチンなど、とにかく強力な毒たちが名を連ねる。へぇ、麻薬？フグ？トリカブト？もしかして、昔の人は人を殺すために彼岸花を植えていたのかな？彼岸花は日本列島には中国大陸から渡来したと考えられ、現在では各地で野生化しているぜ。その経緯については、稲作の伝来時に土と共に林系が混入してきて広まったとも言われる。しかし、土に穴を掘るモグラ、ネズミ等の小動物を避けるために有毒な林系をあえて持ち込み、あぜや土手に植えたとも考えられているぜ。なんだ、人を殺すために植えていたんじゃなくてよかった。そっか、害獣のためにあえて持ち込んだかもしれないんだね。そう言われてみると水田や畑の周りにもよく見かけるね。彼岸花を植えておけば確かに農作物を守れるから有効だよね。あれ？でもお墓の周りとかお寺の周りにも見かけるよね。それはどうして植えたんだろう？穀物を食べられないようにするため？その昔、日本の埋葬は土葬だったそうだぜ。そのため、遺体をモグラやネズミなどに傷つけられたりしないようにするため、彼岸花を植えたとも言われているな。ひやー、また林系をすりつぶして糊状にしたものを、屏風や襖に塗ると虫がつかなくなるそうだぜ。天然の防虫剤ということだね。生活の知恵だね。それくらい毒性が強力ということでもあるな。これら彼岸花の毒は、具体的にはリコリンやガランタミンがあるぜ。特にリコリンは、彼岸花の毒の中で最も代表的なものだぜ。リコリンなんて可愛い名前なのに、これは水に溶けやすい性質があるぜ。だから、水にさらして食べたというのは実際にあった話なのかもしれないな。しかし誤って食べると、嘔吐、下痢、流炎、神経麻痺などの症状が出るぜ。うわ、怖いね。もう一つ、ガランタミンにも同様に食欲低下や下痢といった消化器症状、めまいなどの作用があるぜ。しかし、ガランタミンに関してはもう一つの側面の方が興味深いので後ほど紹介するぜ。毒薬転じて薬となるとは言うが、実は有毒な彼岸花は漢方医学では薬として用いられてきた歴史があるぜ。こんなに毒があるのに、漢方医学において彼岸花は石散と呼ばれる生薬の一つだぜ。生薬というのは薬効成分を持つ自然由来のもので、これらを原料として漢方製剤が作られる。いわゆる漢方とは、この漢方製剤のことを言うぜ。漢方というと化学薬品を使わない治療のことだよね。漢方医学は、現代の西洋医学のように病気とその原因を特定し、薬などで治療するといったアプローチを取らない。患者さんの訴えや症状を総合的に判断し、体にどんな異常が出ているのかを漢方医学の基準で診断し、適切な漢方製剤を処方するぜ。自然由来の治療だから副作用なんかの心配はなさそうだけど、効き目はどうなんだろう。独自の基準とはいえ、決して不確かなものではないぜ。その有効性は、現代において、西洋医学と交わり様々な研究が行われる中で証明されてきているぜ。漢方薬もちゃんと効き目が証明されているんだね。石散の薬効としては、魚炭作用、利尿作用、解毒作用、サイト作用があるぜ。しかしやはり毒性が強いので現在では、外用のみで使用されているぜ。外用？民間医療としても用いられていて、すりおろしたものを両足の土踏まずに塗っておくと、
むくみが取れると言われているぜ。また関節リウマチで膝に水が溜まった場合にも効果があるようだぜ。服用しないならまだ安心だね。また、こうした有効成分を抽出したエキス製剤は白色濃厚セキサノールと呼ばれていて、これは実際の市販薬にも使われているようだぜ。意外とお薬として用いられているんだね。先ほども触れたもう一つのアルカロイド、ガランタミンにはさらに興味深い効果があるぜ。ガランタミンはアルツハイマー型認知症の治療薬として使用されているんだ。意外とすごい病気に効き目があるんだね。ガランタミンにある3つの作用、コリンエステラーゼ阻害作用、アロステリック増強作用、神経細胞保護作用が総合的にアルツハイマー型認知症に効果があるそうだぜ。どれも難しくてわからないけど、例えばコリンエステラーゼ阻害作用とは、コリンエステラーゼの効果を発揮させない作用のことだな。コリンエステラーゼというのはアセチルコリンを分解する酵素だ。アセチルコリンは脳の中で学習、記憶に関する神経系で使われている物質だぜ。ということはアセチルコリンを守るためコリンエステラーゼの分解を邪魔するということだね。そうして神経系の活性化を図るぜ。こういった効果によりガランタミンはすでに治療薬として実用化されているんだ。さて、ここまでで、ヒガンバナが私たち人間生活とも深く関わっていることが分かっただろう。猛毒だったり、新薬として使われていたり面白いね。さらに私たち日本人の風習との関係もあることは名前にヒガンがついていることからもわかるな。確かに、ヒガンバナを見てお彼岸を連想する日本人は多いと思うよ。また、お墓の周りに植えられていることからネガティブなイメージがつくこともしばしばあるぜ。ここからは人間の文化とヒガンバナの関わりを見ていきたいと思うぜ。ヒガンバナは漢字で書くと、ヒガンバナとなる。お彼岸と聞くと、おはぎも食べたくなるよね。ヒガンというのは日本の雑節の一つだぜ。雑節？雑節というのは季節の移り変わりをつかむために設けられた特別な歴日のことを言うぜ。例えば、節分などがわかりやすいな。豆まきの節分ね。あれも雑節なんだね。ヒガンはいつ頃かというと、春分、秋分を中日として、前後3日を合わせた7日間にあたるぜ。初日を彼岸の入り、最後の日を彼岸の明けとも呼ぶ。え？春にもお彼岸ってあったの？さっき霊夢はおはぎを食べると言ったが、春のお彼岸ではぼた餅を食べるぜ。ぼた餅って春のお彼岸で食べるんだ。あれ？そう言われてみるとおはぎとぼた餅って似ている食べ物だけど、どういう違いがあるの？一般的にぼた餅はこしあん、おはぎは粒あんで作ると言われている。秋に収穫される小豆は、春になると皮が硬くなって食べづらいので、春のぼた餅にはこしあんを使うからだそうだ。粒あん、こしあん、どっちも捨てがたい。しかし実は同じものらしい。地域によって作り方に違いはあるものの、基本的に同じ食べ物だぜ。まあ、材料は同じだからね。好きな方を食べていいということだね。ところでなんで春はぼた餅で秋はおはぎと名前を変えたの？ぼた餅はぼたんの花から来ている。春はぼたんの季節なんだ。その頃に食べるのがぼた餅。一方おはぎははぎが由来だぜ。はぎの花が咲くのが秋で、その季節に食べるからおはぎと名前がついているそうだ。なんだか風流だね。また彼岸という言葉の由来としては、仏教が関係しているぜ。へぇ、どんな意味なの？仏教が発祥した古代インドで使われていたサンスクリット語で、パラミタ、ハラミツタという言葉がある。これには、サンスクリット文法的解釈、最高であること、完全であること、パラミプラスタ、北伝仏教などの解釈、彼方に行く、パラムプラスイタ、の2種類の解釈があるぜ。ふむふむ、日本ではこの彼方を表す言葉、すなわちハラミツに対する訳語として、彼岸という言葉を作った。そして後に彼岸という言葉と結びつくぜ。彼岸、彼岸はもともと日本にあった風習で、春には豊穣を祈り、秋には無事に収穫できることを感謝するという行事があったそうだ。農耕民族の日本人らしい風習だね。こうして、すでにあった彼岸という風習に同じ音の彼岸が重なり、仏教が広まった日本ではその考え方が取り込まれていったわけだな。その後のお彼岸は仏教行事としての側面が強くなるぜ。それが今私たちが知るお彼岸となったわけだね。春分、あるいは秋分は、太陽が真東から昇り、真西に沈む日だぜ。浄土思想では、極楽浄土が西方にあると考えられており、この日は彼岸、要するにこちらの世界と彼岸、あちらの世界が最も通じやすい日と考えられているんだぜ。三途の川のこちらとあちらの岸だね。いつしか彼岸はあの世という解釈になっていった。それから、お彼岸に、先祖のいるお墓にお参りをするという風習が定着していったと考えられているぜ。春分の日や秋分の日ってなんで祝日なんだろうと思っていたけど、仏教の教えと日本人の生活習慣が結びついた大事な日だったんだね。ちなみに春分の日と秋分の日については国民の祝日に関する法律によって、
各祝日の趣旨が定められているぜ。法律で定められているの？それによれば、春分の日は自然を称え、生物を慈しむ祝日。秋分の日は祖先を敬い、亡くなった人々を偲ぶ祝日なんだそうだ。さらに、秋のお彼岸の頃に咲く花を彼岸花と呼んだりするから、お彼岸が秋しかないように勘違いされるようになったんだろうな。そうだったんだね。法律や彼岸花の存在があるから秋のお彼岸は印象的なんだね。実は春もお彼岸があるんだね。ということで、お彼岸は先祖に思いを馳せる大切な時期でもあるということがわかっただろうか。単にぼた餅やおはぎを食べる日じゃなかったんだね。そうだな。ぼた餅やおはぎを食べる風習が残っていればまだいい方で、そういった風習も現代は失われつつあるぜ。そう言われてみると、お彼岸って何をする日なんだろう。まず、家に仏壇があればこれをきれいに掃除するぜ。なかなかこういう機会でないと掃除しないところでもあるから、ぜひともきれいにしておきたいぜ。あ、お墓参りをする？そうだな。墓もきれいにして先祖も弔うことも大事だろう。水をかけ、お供物をし、焼香をあげて、合掌、礼拝をするな。お供物に、春にはぼた餅、秋にはおはぎをお供えするからお店でもよく見かけるんだね。てっきり季節のお菓子だと思ってた。お餅だけでなく、現代では個人が好きだったものをお供えするというのも多いようだぜ。お酒とかお供えされていたりするよね。せっかくなら好きなものの方が、喜んでもらえそうだよね。彼岸花には別名があるのを知っているだろうか？別名？学名は、女神に由来するリコリスと、放射状を意味するラディアプスからリコリスラジアータと名付けられているぜ。リコリスって最初に言ってたね。しかし、学名くらいはどんな植物にだってあるぜ。彼岸花のすごいところは、別名がなんと400から600も存在するところだぜ。え、そんなに？ほぼ全国に存在する彼岸花だから、各地方でいろいろな呼ばれ方をしていたようだぜ。このうち一部だけ紹介しよう。まず有名なのはマンジュシャゲだ。あ、聞いたことあるかも。マンジュシャゲって彼岸花の別名だったんだね。これはサンスクリット語で赤い花を意味し、天上に咲く花として、おめでたいことが起こる前触れともされているそうだぜ。日本の歌などでも彼岸花と呼ばず、マンジュシャゲと呼ぶことがしばしばあるぜ。だから聞いたことがあったんだね。確かにマンジュシャゲの方が艶やかなイメージになるよね。また花の見た目から赤花、カミソリ花とも呼ばれるぜ。また、ハミズ花水という名前も彼岸花の生態をよく表しているぜ。花水？いやいや、ハミズ花水、漢字で書くとハミズ花水だぜ。彼岸花は花と葉を同時につけることはないことから名付けたようだな。昔の人のネーミングセンスと鋭い観察力を感じるね。また毒性を持つことを恐れて、しびれ、手腐り、手腫れ、毒花といったような名前もあるぜ。いかにも近づきたくない感じの名前だね。さらには死を連想させることから死人花、葬式花、地獄花などもあるぜ。ネガティブなイメージはこうした名前の影響もあるのかもしれないね。今回の動画は以上だぜ。彼岸花を見ると秋とおはぎしか思い出せなかったけど、春にもお彼岸があってぼた餅も食べられることが分かって嬉しかったよ。いやいや、今回のテーマはお餅じゃなくて彼岸花だぜ。お彼岸やお墓を連想する名前からなんとなくおどろおどろしいイメージもあったが、変わった生態や薬としても注目されているなど、興味深い一面があったぜ。でも、そのまま食べるのは毒なので絶対にしないでね。今回の動画が面白いと思ってもらえたら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてもらえたら嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。